どうも皆さんおはようございます。工藤です。1月30日の日曜日の朝8時35分です。はい、おはようございます。そうだね、今日はですね、アニメ地球外少年少女の後半見て、あとはまあいつも通りね、日曜日更新のアニメを、さっき数えたら4本ぐらい、12時更新のねアニメもあるんで、午前中で全部見るのはちょっと難しいかもしれないんだけど、まあ、そこは地球外少年少女ちょっと3話ね見なきゃいけないんで、そこでこう調整しつつ、午後に回していこうかなと思います。そうだね、それくらいかな本当に今日やるのは。まああとは個人的にね、まあちょっと仕事関係の、仕事ではないんだけど、まだ皆さんにお伝えしてない仕事関係のことをちょっとやったりとか、あとポッドキャストのその説明欄に載せる、まあ、これもちょっと言ったんだけどね、はい、まあ、リンクというか、あのテンプレがあるじゃないですか、 YouTube のね動画の概要説明欄とかに、まあ、載っけるような文章を今ちょっと考えてて、現状そのね、グドラジへのお便りはこちらみたいなメッセージに送るためのリンクをこう貼っ付けてるって、ほぼそれだけなんだけど、まあ、Amazon Music Unlimited のね、Amazon Music インフルエンサーになったりとか、まあ、その辺のちょっとなんかアフィリエイト系のリンク云々とかね、ちょっと今試行錯誤している段階なので、まあ、ちょっとその辺の文章を考えたりとかかな。あとあれか、忘れてた、アニメの感想ね、2021年秋アニメの感想も配信しなきゃいけないね、とか、まあちょこちょこなんかやることはねあるんだけど、あと Amazon Music Unlimited ね、ちょっと無料体験1ヶ月やってみるとかさあるんだけど、まあなんかいろいろあるからちょっと忘れそうなこと忘れそうになりがちなんだけど、まあ少しずつあのコツコツやっていこうかなと思います。今日で全部終わらせるとかそういうつもりは全然ないので、はい、まあなんかゆっくり見守ってもらえたらいいかなと思います。はい、で、今日のね朝でこうメインでお話ししたいのはですね、今日朝起きたら、まあ今日めっちゃ寒いんだけどね、昨日の夜もめちゃくちゃ寒いって言ったんだけど、今何度だっけな、今日まだシリに聞いてないな、そういえば、天気、Windows 標準の天気アプリを開くと今何だった、今日朝起きたらね雪は降ってなかったと思って、でもね雪、車の上にちょっと雪が積もってて、あ寒いんだなっていうのを思いましたね。やばいわ、今マイナス5度だって、寒っ。てか明日とかマイナス8度なの、あの最低気温、寒っ。なんかここ数日が寒いのかな、でまた火水木ってちょっと暖かくなるね、でまたちょっと週末にかけてガッと気温が下がっていくね。いや、いつになったら暖かくなるのかな、もう早く暖かくなってほしいな。もう雪道がさ、もう大変で大変で車運転したくねえのよ。というわけで全然関係ないんだけどね、はい、今から話したいことと天気とか気温は全然関係ないんだけど、まあそんな寒い朝ね今日起きて、で家族がねテレビつけてたんで、テレビちょろっとだけ見たんですけど、まあ、見たっていうかね、作業しながら流し目というかながら見したんだけど、そしたら、まあ、コロナの影響で、在宅ワークしているお母さん、もうお父さんかな、主婦の方とか、あとなんか保育園が休園になっているとかいないとかいうことで、あの子供をね、あの保育園に預けられなくて在宅ワークしてるんだけど、
その仕事中に子供がこうワーキャーワーキャー騒いじゃって、もう全然仕事にならないみたいなね、こうことがあるらしくて、それがこう取り上げられていて、と思って私はね、まあ人の親ではないし、もはや結婚すらしてないし、あの彼女もいないので、まあそういうのとは全然もう、まあほとんど関係ないっちゃ関係ないんだけど、まあ私が一応学校で勤めてはいるんですけど、あの学校でその自分なんていうのかな、自分の子供じゃない、そのね、学校の先生として、まあ、リアルで学校に先生やるのとはまた別なんだけど、先生ってわけじゃないし、一応厳密には、はい、じゃないので、まあ、そういう形で子供と関わることは結構楽しいんだけど、まあ完全オンラインでやってるっていうのもあるのかもしれないね。あとまあ小学生とか保育園児みたいな、もうなんか言ってもなんか言うこと聞かないみたいな、そういう年齢の子供たちを相手にしてるわけでもないっていうのもあって、まあ言えばちゃんとね、あの分かってくれる年齢の子供たちを相手に仕事してるんですよ、私はね、はい、っていうのもあるので、私自身はなんか別に自分の子供欲しいとかはあんまり実はなくて、結婚したい、彼女欲しいっていうのも、まあ正直あんまり最近はなんかなくなってきたのかなってちょっと思ったりはしてますね。はい。まあ結婚したいとか彼女欲しいと思ったところで、まあできるできないまた別の問題なんだけど、まあまあそんなことはどうでもいいんだけど、まあ朝ニュースでね、そういうね、主婦の方、まあ、子供が、お子さんがいる家庭は今ちょっと大変らしいです。はい。ね、保育園、休園、保育園内で、ね、感染するんだっけか。感染して、で、広がっちゃうから休園して、で、結局そこに預けてた、あの親御さんたちは子供を預けられなくなって、まだ在宅ワークで家で面倒が見れるんだったらいいけどね。それこそ、在宅ワークができないような仕事をしてる家庭とかはどうすんだろうね。あ、なんかベビーシッターとか、シッターを雇って面倒を見てもらうみたいなこともできるらしくて、結構なんかシッターのなんていうの、要請がなんか例年の11倍だかなんだかって言ってましたね。いや、そういう需要も今すごく増加してるらしいです。大変だね、子供を育てるって。いや本当にね、まあ自分もね、もう28になって、まあ普通っていうか、あんま普通って言葉好きではないんだけど、まあ私ぐらいのこのね、28ぐらいの年齢になって。で同じ同世代ぐらいの人たちはもう大体子供もさいたり、結婚して子供もそれこそね 2,3 人ぐらい下手したらいたりして、もう普通にパパママやってる方もたくさんいるわけですよ。だからそういうのもあるし、で自分も28になって自分でまあね働くようになったりして、まあ当たり前でも働くようになってもう何年も経つけど、なんか子供を育てるその親の大変さとか、まあ、経済的な面でもね、まあ、私は全然お金稼いでないから、まあ正直今でもなんか親のすねをちょっとかじってるような状況でもあるので、まあ、実家に住んでるしね、なのであのこんな状況、まあ状況にもよるんだろうけど、正直自分以外の人間を養っていくみたいなことが今の私には考えられない。ましてや自分の親みたいに、私3人兄弟なんですけど、子供3人なんてまず無理だろうなって、思いますね。そのお金的な
問題もそうだし、なんか生まれたばっかり何にもできないその赤ん坊の子供をそのね育てていくっていう大変さ、よく3人もやったなって、自分の親よく3人もここまで育てたよなって思う、今の私には絶対無理だなって思っちゃうね。はい。もう一体今日は何の話なのかね、ちょっと終着点が見えないんだけど、本当に思うね。今日の朝のやつを見てて、お母さんがその在宅ワークしてるらしいんで、らしくて、パソコンに向かってね、いろいろミーティングしたりしてるんですけど、で、子供が横でね、うわーってこう泣いたり叫んだりして、はい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 とか言いながら、もう、ごめんなさい、ちょっと待ってくださいとかって言って、離席したりさ、してて、なんかコロナがさ流行り始めた頃、ってさ、なんかみんなで在宅ワークしようぜってなって、で家で仕事できるなんて素晴らしいってなって、でなんか在宅ワークができれば家で子供の面倒も見れるし仕事もできるし万々歳じゃんみたいな、ね、こう意見が出たりして、でその一方でさ、なんかいやいやいやみたいな、子供の面倒見ながら仕事するのめっちゃ大変だからねみたいなね、意見があったりして、なんか改めて大変なんだなって思いましたね。はい。いや、そういうのに理解ある会社だったらいいけどね。まだ、まあ在宅ワークできるだけでもすごくいいのかな。在宅ワークをそもそもなんかやってないみたいな会社もあったりするから、それはどうなのかなと思ったりするけど、在宅ワークを認めてても、なんかそういう子供がいる家庭のことに関して理解がない会社だとかなり厳しいのかなって思ったりはしますけどね。なんか社内で、あの人子供育てててなんか全然仕事にならないから、なんか仕事任せるのどうなのみたいなこととか言われたらさ、もうね、嫌だよね。大変だなって思いますね、本当に。子供育てながら仕事したり、逆か、まあ、ね、子供育てながら仕事したりするよね。ちょっと私にはもう全然もう頭が上がらないような状況でございます。本当にすげえなって思うね。無理だね。実際自分の子供ができたらとかね、どうなるのかなって思ったりはするけど、でもなんか大変、その大変さとかを考えると容易に子供なんて作れねえよなって思っちゃいます。だから今さ、それこそなんか、まあコロナ云々関係なくさ、子供をこう産むっていうか、なんどういう意味だ、子供を作る人たち、なんか今日のテレビの中でもなんか子供と一緒にね、外歩いてインタビュー受けてて、今妊娠中なんですって、2人目なんですとかって言ってる人見ると、かあすげえなと思って。ね、すげえわ。もう私にはちょっと到底ちょっと無理じゃないかなって思ったりするけどね。まあさっきも言ったけど、子供が欲しいとかっていう思いもあんまり強くないし、昔はね、なんかそれこそなんか、まあ、中学とか高校の時とかはね、なんか自分も結局普通に働いて普通に結婚して普通に子供作ってみたいなことになるのかなって想像してたけど、実際社会人になってみると、いや、こんなこと一生やってられねえわと思って、結局そのレールからね、まあ降りたみたいなね形になるので、私は、まあ、あんまりその結婚したいとか子供欲しいとかっていう願望は、なんだろうね、抱くべきではないとか、ちょっと違うのかな、考えちゃダメってことはないと思うんだけど、
まあでもあんまり考えなくなったかな。そのなんか自分でダメと考えちゃダメとか、いやお前に養うことはできねえから子供は作らない方がいいとか結婚しない方がいいみたいな思いはないはずなんだけど、なんとなくそういうことをしたいっていう意識自体が結構薄れてきたのかなって思ったりしますね。どうすればいいんだろうこれ、この話は終着点を置いてどこにたどり着けばいいのかちょっと分かんないけどね、まあ皆さんもね、あのコロナで、まあ、いろんな影響を受けてるかと思いますけど、それこそ子供がいる家庭とかね、保育園が休園して預けられないとか、子供を育てながら仕事在宅ワークしなきゃいけないとかね、まあ、あると思うんですけど、はい、あの私から言えるのは何だろう、何か皆さんに何か言えることあるかな。別に正直コロナになったからといって私あんまり苦労してないんだよな。元から結構引きこもりがちな人間だし、外に出るなと言われればまあ出ないし、むしろ出ろって言われても出ないぐらいの人間だから、で子供もいるわけじゃないし、結婚してないし、まあ迷惑かけてるといえば親に迷惑かけてるぐらいかな。まあその親に完全にすねかじり状態ってわけではないんだけど、一応ね、ってわけではないんだけど、まあ一応親にね、お世話に、実家に住んでるから、まあ親に頼ってるような状況ではまああるね。なのでそんな私がまあ皆さんになんかアドバイスとか言える立場じゃないんだけど、まあ頑張りましょうなのかな。ごめんなさい、ちょっと何を言っていいかわからなくなっちゃったんで、この辺で終わろうかなとは思いますけど、実はね、今日何話そうってなってて、まあその朝のニュースのね、子供たちが子育てしながら在宅ワークする人の話をちょっとしてみようかなと思って、まあ喋り始めてみて、でついでにもう一つ話題、その子供とか学校に関する話があって、それを喋ろうかなと思ったんだけどちょっと長くなったし、なんかまあいいかってなったんで、ちょっと今回やめておこうかなと思います。一応言っとくと、まあ教育に関する話なんですよね。ギガスクール構想だっけ、なんか学校でさ、それこそコロナの影響で学校もリモート授業になったりとか、ね、子供たちがそのプログラミング授業必須になったりとかして、まあ、生徒一人一人に端末、パソコンなりなんかタブレット、わかんないけど、ね、端末を支給してなんかそういう教育やろうよみたいな、あるじゃないですか、ギガスクール構想。それがね、私の地元の学校とかでもなんかどうやら始まったとかっていうニュースがこの前新聞でね書いてあったんで、ちょっとそれも関連して喋ろうかなと思ったんだけど、まあ、ちょっと今回はあのよくわからないところに執着しそうなんで、ちょっと今回はやめとこうと思います。はい、またなんか別の機会に、はい、話そうと思います。はい、私はこの後、まあ冒頭で言いましたけどアニメ見てね、なんかちょこちょこやることがあるんで、はい、なんかやっていこうかなと思います。皆さん日曜日でねお休みかと思いますので、はい、ゆっくりお休みください。はい、明日また月曜日だね。あー、なんか1週間あっという間な気がするな。はい、というわけでまた次の配信でお会いしましょう。バイバイ。